ヒント出すと逆ギレする人いますか？あ、逆ギレというよりか、あんま言わないけど、公演終了後のアンケートに、なんか、長文で、僕はあの時一生懸命解いていたのに、何分前にお姉さんが、クリティカルなヒントを出されてしまい、僕のペースで解いていたのに、すごい残念でした。今後はそういうこと気をつけてほしい、バイ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 みたいな長文を書く方はいらっしゃるし、あー、難しいなって思うわけ。そんなことはなく、早口だ。めっちゃ書かれる。あー、でも申し訳ないなと思うわけ。いや、なんか、不快にさせちゃったと思って。あれ、いろんな人いるよね。しょうがない。まあまあまあ、そういうことよ。いろんな人がいるって話。まあ、そんなこんなで、土曜日終わりましてって感じだったね。本当に。はい。ね、何？バチ勢にはヒント無用シールみたいの貼らすよ。そういう人に限ってさ、なんか、失敗すると隣のチームの人はこのタイミングでヒントをもらっていたのに僕たちはヒントをもらっていなかったように思います。そのような不公平なことはいかがかと思います。そうすれば僕たちは成功できたのに、そのような、なんかチームによっての対応が違うのはいかがだかと思いましたみたいなことが書かれるんだ。難しいところだこれは。そうかみんないろいろ言うんだ。そうか、難しい話。マジで欲しい時といらない時あるんだよね、人間ね。空気感を読んで、どっちもだけど、難しい話だよこれは。もうね、そういうこと、そう、何してもダメそういうこともあります。でも私たちは作る側だから、でもなるべく楽しんでほしいからね。難しい話だよな。